質問も来てます。お粗末さんの第一話がパロディーしまくりなせいかブルーレイ未収録となりですね。えー、代わりの第一話が作られるそうです。来年一月の発売なのに間に合うのでしょうか。それとも初めからそういう予定だったのでしょうか。っていう,ふうに書いてますね。初 <laughs> めからそういう予定だったかどうかっていうのはね、分かんないよね。あのもしね、第、えー、第 DVD の第一週が 今月末発売だったらデキレースじゃないかと思うんだけども <laughs> 1月っていうのはね絶妙な時期でありあとねあのクリエーターにとって現場にとってなんだろうなあの見られないことがすごい辛いんですよね。なので、えー、第1話がブルーレイでしか見られないということに関してはみんなが思ってるよりは現場はものすごく反対するんですよ。 それは監督を含めて監督プロデュースを含めてとてつもなく反対するんですね。っていうのはアニメっていうのはね儲かるからみんなやってるんではなくてアニメ作るのが好きでやってる人ばっかりなのであの自分たちの作品が見られない可能性というのを極度に嫌うんですねだから僕は出来レースではないと僕個人はえ思います。でうーん 第一話が <laughs> 収録されないのは僕はもうあの第一話をオンエアしてる時からいい度胸してるなと <laughs> これはあの深夜だから許してもらえるのかやっぱり怒られるかまあギリギリの線だなと思ったらやっぱ怒られましたね。えーっと あのいくらですねあのなんだろうな同じ講談者系列とはいえやりすぎなところがあったんだと思いますやりすぎなところがあったというのは悪い意味じゃないんですよいい意味なんですけども、えー、代わりの第1話というのがですね逆に言えば誰、ね「誰が怒るの」と「誰が怒るの」っていうのはですねどそういう苦情が変な話だけど3つ来たら。 問題になると思ってくださいだからあの皆さんでもですねあるアニメをですねなんか追い込みたかったらいわゆる何、あのー、だろうな苦情の、えー、っと正当な言いがかりですね正当な言いがかりっていうのを放送局につけたら割とね簡単に放送っていうのは止まっちゃう場合もあるんですね、まあ、今コメントで出たノイジーマイノリティ問題っていうのがあってでそれはその苦情の、まあ、言い方とかにもよるんですけども同じような あの感覚を持ってる人がその背後に何百人何千人といるだろうなっていうふうに放送局が思ったら本当に止まっちゃうんですよね。であの例えばですねあの僕の例で話すと、まあ、僕はご存じの,通りアンチの人が、まあおよところがそのアンチの人たちが、えー、っと放送局になんだろうな岡田投手をテレビに出すなっていうふうに 苦情をつけても、クレームをつけても、その背後に。その何千人もの人数が見えないとなると、放送局ってのはあまり動かないと。で、そうではなくて、苦情をつける人が。二人、三人であっても、その背後に。何千人という数が見えると。やっぱりね、放送局というのは動くんですこういう放のがあるので。あの、例えば、僕が関西で出てる番組で。まあ、ある京大の先生ですね。京都大学の先生が。今、なんかこう、テレビに出れなくなっちゃって。 てう状態なんですけど、それは同じようなクレームがですね。何千人も持ってるだろうというふうに放送局が思っちゃうから。だから、あの放送局の方も自粛するって形になっちゃうんですね。で、おそ松君の話で言うと、あの。なだろう。例えば原作者とか、またあと、あんまアンパンマン関係の人とか、そういう人たちが。笑って許すだろうというふうに思ってても、でも、その関連している。 誰かかが怒りそうとかですねじゃあこれ、えー、どういうふうに保証してくれるのって話になりそうであればちょっと放送局としては考えちゃうっていうのがあると思いますでブルーレイから外すあのなんだろうな、えー、ブルーレイから外すっていうのは本当にかなりのですね困った状態だと思うんで、まあ、おそ松さんですねあの好きな人はですねあのこんなことに負けるなと言って応援する方がよくてですねどちらかというと。 本当のことは僕は分からないけどもですね僕ら見てる側にとっての損得で言うとこういう事件に負けるなと言って応援した方がスタッフのやる気も上がるし放送されるるももののクオリティも上がるといいううふうに思いますここでなんだろう、まあ、ちょっと自分がかしこぶってこれをあれはもう仕掛けだとか最初から考えてたんだというと仮にそうであってもそうでなくてもどっちにしても あのスタッフのモチベーションが著しく下がるのでですね。あんまりやっても誰の得にもならないとは思いますのでですね。えー、まあ、そういうふうに判断して動くのがいいんではないでしょうか。僕はあの代わりの第1話は、えー、ちょっと楽しみにしてますのでですね、えー。買わないだろうな。それでもレンタルで見るのかなと思います。<laughs> なんだろうな。そのなんだろうな。何だろうな。だからさなんだろうな。何だろうな。なんだろうなで。 なんだろうな。ではね、また。バイバイ。